構え。てえ。ん？やっと戻ってきやがった。龍馬。あの、武志先生、もしかしてこん人が。ああ、以前からお前らによく話して聞かしている俺の唯一無二の兄弟分であり土佐最強の剣士坂本龍馬だ。これが土佐勤王党か。ん？お前何やらかしてきたんだ。傷だらけじゃねえか。つまらねえ話だ。それより兄弟、東洋のおやっさんと剣後私塾で話してきた。そうか、なら話は早いな。うん、みんな聞いてくれ。龍馬はこの一年江戸へ剣術修行に行っていた。今日からこの坂本龍馬を土佐勤王党の筆頭としたいと思う。どうだ？筆頭？ほいたらいきなり第二席幹部のさらに上じゃちゅうことですか？見たか、俺がお前を筆頭にすると言った時の連中の反応。最近は勤王党も妙に堅苦しい組織になってきちまってたからな。いい起爆剤になったろうぜ。古参の連中からはあまりよく思われないだろうな。いいんだよそれぐらいで。あれぐらい刺激がねえと下の連中も焦らない。組織ってのは固まっちまったらしまいだ。土佐藩がいい例だろう。まあそうだが、まだ痛むのか背中。ん？おお、これか。いや痛みはねえさ。まああとだけは派手に残っちまってるかな。すまねえ兄弟。もう謝んなって言ったろ。いつの話だ。15年前だ。だが今でも昨日のことのように思い出す。まあ忘れよったって忘れられねえか。上司による焼き落ち、目の前で両親と家が焼け落ちるのを見ちまってんだからな。あの時兄弟が助けてくれなかったら俺は両親ともども灰にされてた。だが俺を助けたせいで兄弟は大やけど。本当にすまないと思っている。だから謝んなっつってんだろ。謝るのはお前じゃねえ。あの日お前の家と家族を焼いたのは上司どもだ。だろう？ああ。龍馬、俺とおやっさんは土佐藩を変えるつもりだ。当然お前にも力になってもらいたい。あらかたの話は聞いてる。だが実際のとこ何をする気なんだ。土佐藩の天守高知城を襲撃するのさ。土佐勤王党の党員500人でな。襲撃だと？襲撃っつっても実際には手を出さずに終わるはずだ。
城を包囲して金の塔の確保は藩の上層部に伝わればいい。その上で上田さんが城を牛耳る老人たちに隠居を迫るんだよ。万が一老人たちがそれを拒んだ、当然その場合の軍備はできている。そうやって空いた席に金の塔が座るか。ああ、すぐそこに迫る危機、命の危険を感じて初めて上司連中は自分たちの考えの浅はさに気づく。ガチガチに固まっちまった土佐藩の身分制度を壊すにはそのぐらいの荒療治が必要ってことだ。なるほどな。黒船が初めてこの国に来た時と同じさ、脅威というものを感じることで人間は動揺する。変わらなければならないと考えるようになる。そういうことだ。豊のおやつさんは剣後私塾を開いている時からこのことを考えていたのか。多分な。あの人はお前には剣を、俺には政治と学問を叩き込んだ。それも全てはこの計画のためだ。そうだったのか。だがもう剣が役立つこともなさそうだな。ん？どうしてだ？きっと剣で人を斬るという時代は終わるんだろう。実際さっきお前もピストルの練習をさせていただろう。いや、それは金の塔の連中には剣の才がないからだ。剣はいくら教えても才能がなければうまくならない。だがピストルは違う。練習さえすれば戦力になり得る。万人に平等な武器というわけだ。平等な武器か。龍馬、俺らは身分という壁を壊そうとしている。だがたとえそれが実現したとしても、人間は決して平等になんかならない。才能があるものとないもの、身分という壁がなくなっても今度は別の壁が立ちはだかる。だから俺はどうにかして、どんなに学がない人間でも、どんなに剣が触れない人間でも、せめて楽しく生きられる世の中を作りたいと思っている。兄弟、お前も持っといてくれ。金の塔の一員として。俺たちが剣や銃を持たなくてよくなった時、その時初めてこの国に真の平等が訪れる。それまで俺と一緒に戦ってくれないか。土佐勤王党を俺と一緒に支えてくれ。頼む。今晩高知城で東洋のおやつさんと今後の話をすることになってるんだ。一緒に行かないか。そんなに大っぴらにあって大丈夫なのか。なに、高知城まで行けばおやつさんの禁止が招き入れてくれる手はずになってる。大丈夫だ。そうか。それじゃあお前は表で少し時間を潰しててくれ。俺もすぐ支度していく。
王子様が来たらすっと道を開けるがで。